できるだけその湿気まで巻かない、はい、そうですね、はい、できるだけ手返しを持つ、まあ、そのためにロスを少なく、あの一旦そこまで詰めて、はい、そこからずっと、はい、ロコを一応予備で巻いてます。あ、もう来たね。あ、もう来たね。はい、もう来た、もう一発で乗った。もう乗りましたか。もう乗りましたか。ええ、このふわ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 って結局その重いですから、どういうふうにこたえるんですか。もう太刀はね、どこでも釣れる。どこでも釣れます。釣れます。もしいいのやらないか、大丈夫です。こんで合わせる、こんで取るということですね。そうなんですよ、いろいろ巻き方のパターン変えてやってるんで。そうですね、エブリン、うん、僕の場合はね、うん、あの結局この硬さによってその当たりの感度の良さが、はいはいはい、ちょうど僕はこれが一番合ってるわけです。もう分かるんじゃないですかね。いや、ない方がよう見えるわ。あ真面目にやってませんけど。こんにちは。今日は向こうが一文字で、太刀魚釣りあります。今日は太刀魚釣りのね、数釣りをちょっと見ていただこうと思いまして、もう数を釣らしたらナンバーワンの山口さんに教えていただいて、僕もなんとかそこそこ釣れるようになりました。もう加藤さんも私をもうそろそろ抜いてるん違うかないぐらいので腕前になってますね。今日ひょっとしたら私より加藤さんの方が数釣りひょっとしたら釣るかも分かりません。まあその辺の技をね、一緒にビデオで見ていただきたいなとこう思っております。ちょっとあの硬い目な硬め、今日は3連発。